高婿の馬は、アスカ時代の豪族。生は神。神仙聖四録、右京公別によると、高婿の神士は、蘇我氏の一族で、石川同士、竹内すくね六世孫の子神の後なりとあり、このの子が、馬の父親であると考えられている。古事記中間にも、竹内すくねの子、いけるが、石川すくねの子孫とある。氏の名称は、 河内国西式部軍高婿のによる。なお、高婿の原理の系譜は、高婿の文みで、旧姓は、肝人であり、別の一族である。高婿の馬の名前が、歴史上に現れるのは、初期末期、第23の628年の水古天皇、崩御後、誰を講子とすべきかで、蘇我江蔵、安倍内呂主導の下で軍心が集まった際に、 大友鯨が亡き天皇は、田村美子を衣装で指定したと発言し、うねめまれい中富のみけこらと共に、それに賛同した、ということと、この会合に不服を唱え、おじの蝦夷の意向を尋ねようとした山城の体系王の、ところへ、その場に参加していた軍神らと共に、蝦夷の代わりに使いに行った、ということのみである。以後、歴史書には一切登場していない。 蘇我本州加滅亡の際には、子国王氏が蘇我氏を見限って、中野大江の王子に起伏している。天武天皇十三年発色の姓の制定により、高む子の紳士は、同年十一月に、他の五十二氏と共に、阿蘇生を授与されている。ありがとうございます。